おはようございました。おちいちゃんけんさあ、2024年、今日ちょっと英語リスニングの講評をしてみたいと思いますね。まあ、第1問、2問、3問ぐらいはめちゃくちゃ簡単って感じですかね。まあ、4も今回は楽だったかな、他より。だからちょこっと優しくなったと思ったけど、まあ、ただ第5問、第6問はやっぱり難しいので、ただ誰を選びなさい問題が優しかった。6の B が例年よりも優しかったので、ちょっと優しくなったんじゃないかなって思います。はい。だと思います。はい。では、見ていきますね。最初一つ目は簡単でしたね。ペン持ってこなかったですね。I forgot my pencil. Can I borrow yours? はい。で、で、次も簡単でしたね。はい、チケット今度は買ってあげる。You bought lunch yesterday, so why don't I buy our tickets today? で、次がスピーカーが。I don't know where the old city hall is, but I've never been to, and I don't know where the new city hall is. なので、4。4。昔のは知ってるけど、新しいの知らない。で、次が。I made pasta, but it isn't enough. そう、パスタ。So I'll make sandwiches. なんで、パスタで足りんってことで1番。はい、Didn't cook enough food. 次、絵がリーブが落ちてってるって言ってましたからね。はい、進行形、はい、で次が見てかわいいみたいなね、もう犬がいつもゲームしてるよとこで寝るのっつってたから、はい、3番ですね。で次がなんかトリッキーでしたね、ちょっとね。 The white one is slimmest and the black one is cheapest。 なんだそのカテゴリー違うカテゴリーで言うんだと思って、はい4。はいで、第2問のこのまず猫の絵、はい、情報がいっぱいありましたね。灰色でとかってね。Gray with black stripes, long or short tail, long。で、それだけでも答えられるけど、おまけに white tip。white なんで。先が白。はい。で、いらない情報が多かったですね。相違点がまあその一つ聞き落としてももう一つのチャンスがあるというそうでしたね。で次がまあ絵がね変な絵でしたけどけどまあ最初フロントにいるって言っててね。で「wearing a hat」はい。で次が「envelope」「white envelope」「small one」ですね。「look under the computer」そうコンピューターの前にもう1って分かっちゃうっていう問題でしたね。「under」だからなんか挟んでるっていう。ただもうその前にもうデスクの上にあって細い。ああそうだ、デスクの上っていうのもありますよね。次はちょっとトリッキーでしたね。6人で行ってで個室っていうのがダメ。ああ最初は個室を予約したいんですけどももう先約が入っててなんで3が消えると。でその後で2つあるよって言ってね、その6人席が2つあってでその中でウィンドウのがいいって言ったんで、はい、なんで4に絞られる。ウィンドウの隣が2つあるけど6人が条件なので4番、はい、ということでした。でカフェのカウンターで店員が話をしています。はい。第3問ですね。というので「What will the man do this time?」今回するやつですね。今回はもう普通にお金払うと。自分のコップ持っていくと割引があるけれども知らなかったからそれは次回。そうです。なので、this time は普通に払う。で、次が楽器について話をしていると。まあ、日本でもよくある話で、電子ピアノ、electronic keyboard だと迷惑かけない。近所迷惑にならないって言ってましたね。はい。から2番。で、次が買い物してて、女性が言ってるのが、used clothing ですね。なんかセカンドハンドって言ってましたっけ？ second hand shop。それを used clothing というふうに言い換えてますね。はい。はい、で、今日一緒に行くんですよね。はい、ということで2番。now と today が一緒だ。うん、What is the woman doing now? はいるのは、リビングルームにいるっていうのが分かって。はい、あと、putting things into boxes。それは一言で言うと、packing。そうですね。言い換え。で男性が女性と明日の予定について話しているのがちょっと変な流れになったんですよね、はい、女性は乗馬に行って、うん、riding horses だけれども彼は怖いからあなたの写真を撮るだけでっていうかフォトっつうだけな、なんかピクチャーじゃなかったね。でまあその後なんかなんだっけハイキングだかピクニックだか行くみたいな話はしてましたけど、次が宿題については変な話これ間違った課題をしたんですね。そうそうなんでサイエンスレポートをもう書いちゃった。すごく時間かかっていや2ページ読むだけじゃなかった。そうそうそうなんで本当は3番に書いてあることをしなきゃいけなかったんですけどでも実際にやったのは1番、はい、で次がちょっとまあ厄介というか順番並べるやつですね。ちょっと引っ掛けが出てましたけどこの第4問は最初荷物を置いたってやつですね。スーベニアス土産を買ってもう先にロッカーに入れて犯罪しか浮かばないですけどねこの場面ね。知らないでその後でローラーコースター乗りたかったんだけどめっちゃラインが並んでましたからはいだからやめて先にdecided to eat lunch instead。はいこの女性の目が恐ろしいですけどね怖いですけどはいパレードを見て、最後にローラーコースターに乗ったから。っていう順番でした。E がこれ入れてくやつでしたけど、ファイナリーがサーズデーっていうのが面白かったですけどね、もうフライデーのインフォメーションが終わってるから。最初がソーシャルウェルフェアがマンデーにあって、ファーストピリオドあって、セカンドがマスですよね、はい、5番。チューズデーが午前中のイージプトとロームだったのかなについて学ぶということは6番、World History。ただ、フライデーと同じって言ってたんでね。はい。で、セカンドも同じなんでね、ビジネススタディーズ。なんで、だから25にビジネススタディーズが入る。うんうん、で、最後にサーズデーがって言って、フレンチ or Spanish でしたっけ？そうですね。って言ってたね、外国語。まあ、で、それまとめて言うと、languages だから、はい、24番は4番。で、B がちょっと時間の無駄ですね。はい。ね、さっさと解いても、次の問題の先読みをしてほしいなって思ったやつですけど、はい、ボーリングで終わっちゃいましたからね。はい。〇〇〇〇って言って、終了って感じでしたね。あとはそれぞれ一つの条件以上は合わなかったから、全ての条件に合わないわけだから。そうだね。フェイスペインティングが A と B が×だったかな。で、ファッションショーが B がダメで、T セレモニーが C がダメだったと思いますね。確かね。T 買わなきゃいけないって言ってた。はいはい、by T。そうだね。でも、もう位置に自信があれば、さっきの問題しっかり読んで。いや、第5問がなかなか難しくて、グラスで。最初が、グラスがこうじゃないのはっていうので、バクテリアでしたっけ？常識で推測できちゃうんですけど、まあでも、ちゃんと言ってましたから。なんで、これが not がついてるんですよね。グラス does not って書いてあるので、厄介ですよね。だから、バクテリアを not 通過させない？はい。ってことですね。まあだから、物の瓶で保存するわけですよね。そうですね。はい。not がついてることを分かんないと、だからそれ大事ですね。1回ってるよ、2回ってるよ、3回ってるよってなっちゃうと思うんで、はい。はい、permit bacteria to go through が that's not ですね。はい。で、次が選択肢2回以上使ってもいいですけどですね。はい、まあここが多分一番むずいかな。はい。プロダクションがまず shapes のやつが28が。blow into shapes。そうですね。これはまずできると思うんですけど、28。Windows をなんか spread into。そう、こうなんかガラスをこう伸ばしてる。熱い金属の板に伸ばす。そうです。それが Windows の。それのイメージがなかなかできないんじゃないかなと思いましたね。で、30番が adjust。Sound in rooms。サウンドの前に違うなんか話してましたね。それでここで引っかかっちゃうんじゃないかなって思って、何の話だったかな。Just っていう言葉は使ってなかったと思いますね。うん、次、この辺でだから reflection とかなんかいろんな単語を使って。reflection があったんですけど、結局夜の道路をより安全にするということは improve safety of roads at night だったのかな。でも reflex という言葉があったから、でもなんかおかしいなと思って。うん、ローズのビューを反射するわけじゃないですかね。そう。だから、いろいろ光とか、なんか反射して見えるようになるみたいな、なんか言ってましたよね。よく事故がある交差点には、なんかよく光る道路になってますよね。それは多分、この話だと思います。次が、講義の内容と一致するもの。これが、まあ、めんどくさいといえばめんどくさいですね。読まなきゃいけないのが多いですね、これね。うん、まあ、ざっくり全体的なことを言ってる1番。Glass has been improved in many ways by technology for modern life。うん。で、ビルディングは違うし、リミテッドユースも違うし、モダンインベンションじゃないですね。昔からありますから。てかもう100年前から。これがそもそもだって次の問い33と矛盾してるからね。33の答えと。モダンインベンションっていうのが。次のこのグラフ、1と3がグラフと合ってない。で、2が音声の内容と合ってない。すべての選択肢には前半が音声、後半がグラフに関するもので、その、まあ、組み合わせで丸×丸×と。で、4番が両方、音声の情報ともグラフの情報とも合ってるっていうんだけど、別に繋がってないから、この2つが。何なのこの問題みたいな。なんか、今日は暑い。で、私はアメリカ人。全然関係ない関係ないことですよね。なんかすげえ変なのって思いましたね。まあでも試験にはよくある話です、うん、続いてがジャックと旅行中にイングリッシュチャンネルを船で行くか、はい、電車で行くかっていう。私は子供の時はでよく船で渡りました、はい、パリとロンドンですね、うん、私は一昨日チェックしてたやつです、これ。そうなんだ。3月にロンドンとパリに行ってこようと思って。フランスはカレーっていうところがありますね。ドーバーとカレー。はい、で船と見たんです。船と、はいはい、電車と飛行機と見て、電車だ2時間半かっていう感じで調べてたんですけど、ちょうど出ます。昔ホーバークラフトもありました。でその男の人が酔っちゃうって言ってたんだけど、女性の方はフェリーの景色がいいじゃんって言ってたんで2なんですけど、長くかかるけど景色がいいから、特にそのドーヴァの The White Cliffs of Dover がいいと、うん、Made of Chalk、うん、まあ見たいから、正解34番は2番ですね。これミシェルをね、マイケルとか読んじゃダメですからね。ダメですね、はい、そしたらもう男性、いいで終わるから女性っていうのも一つのヒントですね。次がまあ結局だからね、電車で行くって言ってたんで、まあ船酔い薬提案してありましたけどダメでしたから、うん、で 6B が誰が誰だかよく分かんなくなっちゃうとか言われるんですけど、まあ今回もね、クリスはねウォーキングやるって言ってたのに変えてましたね、10分のに。クリスはなんか運動しようと思って、エイミーがウォーキングしたらあって、あ、やるって言ってなのに変えたっていうので、でハルキはやらないって言ってたし、はい、リンダは10分の短いやつでやるんだって言ってたんで、うん、はい、なんでエイミーしかやらないっていうのは分かるんだけど、最後にねエイミーをね説得してさ、でエイミーやろうぜみたいな、あ、その10分のそっちをねこう説得しようとしたんですけど、そんなエイミー説得されちゃったら答えなくなっちゃいますから、はいNobody という選択肢がないですね。だからすぐ分かって、でもうリンダはねその10分のがって言ってたんで、はい、はい、ということでやっぱ先読みが大事だなと思いましたね。先に読んでたらだいぶ楽だけどって感じで、まあ、最後の質問、スライドはどれにリンダの考えに10分だから2番ですね、うん、はい、もうなんか10分と45分で同じだという、はい、リーディングより全然簡単です。全然簡単でしたはいということでした。皆さんぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. See you next time.